毎日ボストモット生活3日目今日はね帰ってきたにょーん。さて買ってきたのがこれ弁当の中のポピュラーのもんね。うん、唐揚げ弁当。一番唐揚げはもうポピュラーだから、寝てないんだよね昨日本当に。まあ、お隣さんが飲み会やっててさ、別にいいんだけど、でも壁ドンがちょっとうるさくてな。なんかお隣さん暴れ出すからね毎回。多分今も聞いてると思う。寝てるかな多分今は。いや寝てないな、起きてるわ。そうですね、ちょっと早速開け、いただきます。うん、うまいね本当に。あ、なんだろう、しっかりとジューシー感がある。なんかホットモットって基本的にあれだから、あの出来たてだから時間かかるけど、出来たてで食えるから結構美味しいんだよ本当に。あと大学が始まりました。あ、でも相変わらずオンデマンド授業だからね、本当に楽だわ。あと一応サラダも買ってきました、健康のためにね。まあ今体重83キロやから。ラシャンに食べます。うわ、わけもまず、わけもまず、おいしいかも。はい、というわけでごちそうさまでした。大丈夫。はい、というわけで、まあ、ポイントをつけていきたいと思います。まあ今回ねポイントはね、まあコスパは良かった、すごい。これ390円だから、唐揚げ弁当で390円だから、まあコスパは星10のうち星9だね。うん、もう満点と言っていいけど、まあまあ9にしようか。で美味しさが、うん、確かに美味しいんだけど、まあ、ジューシーとは言ったものの、ちょっとジューシーさが足りないから星7ですね。まあ、というわけで毎日ほとんど生活3日目終わり。バイバーイ。